悩み終わった。終わってる、終わってるな。前髪が本当に終わってる。うわ、ショールーム久しぶりですね。あ、櫛がない。どこ行ったの。櫛がない。櫛がない。どこ。櫛がない。片付けられた。もう櫛がない。え、もう無理。なんでこんな勝手に。櫛がない。しょうがない。これでやるしかない。これでいいや。痛いね。もうね、今日雨だったじゃないですか。湿気でやられたんですよね、前髪が。そして髪の毛も。よし、皆さんこんにちは。ちょっと今ね、ほんとショールームやる2秒前ぐらいにちょっと家族と大喧嘩をしまして、ちょっと気持ちを落ち着かせるためにショールームをしてるんですけど、ちょっとテンションがなかなか上がらないのですいません。長い。どういういや、なんかこういう時はやっぱちょっとファンの方に喋ろうっていうコミュニケーションを取ることで忘れようっていう愛理の作戦なんですけど、いろいろありまして、劇場もそろそろ再開。いや、どうなんですかね、わかんない、わかりませんが、カラオケの話なんですよ。でもカラオケに行けないから、スイッチでカラオケができるんですよ、マイク買って。そう、それで家にあるんでできます。とりあえずやって、はい、アイリが一番大好きだ。はい、チームケイツの道なりです。ちょっともうメイクもめっちゃ取れてるし、ちょっといろいろと汚くてごめんなさい。すごい大好きだって言ってくれた。みんながマジで、あーマジでやばい、マジでもうボサボサだ、漏れないですね。何話そう。ちょっと本当に結構今ねテンションだだ下がりなんですけど、本当に結構だだ下がりなんですけど、すいません、本当に申し訳ない。
ケミンちゃん、お城ありがとう。ありがとう。嬉しい。これで、ケミンちゃんがくれた、このお城で、ね？お城？お城で、何か買います。何か買います。撮影はまだか、何の撮影もしてないですよ。今名前呼ぶの禁止。あ、忘れてた。そうだった。ダメじゃん。まあでも変な名前じゃないから許してください。ちょっと忘れてた、そのルール。別に君を求めてないけど。忘れちゃった。そう、いつも投げてくれる。ありがとう。最近毎日メールくれてるしです。ありがとう。メールも皆さん取ってください。ぜひ毎日今送ってるので、はい、SKE だけなんですか、禁止なの。うん、ちょうどさっきその曲聞いてた。あ、なんだっけ、あ、ドルチェ。あれ、香水ね。その香水のせいだよ。やばい、ボサボサ本当に。そして全然テンションが上がんない。申し訳ありません。TikTok でよく聞くやつ。あ、そう、今日 TikTok を載せたので、いいねをしてください。いいねとコメントをしてください。お願いします。これは水野愛理からの皆さんへのお願いです。そう、2つ載せた。2つ載せた。ので、見てください、皆さん。指令です。そうですね、指令です。これはそう、2つ載せたの。いいねと、いや、やっぱさ、ツイッターでさ1個告知したんだけど、もう1個はしてない。まあなんでかっていうと、まあ1個でいいかなっていう気持ちもあったけど、あとはあれですね、やっぱみんなツイッターからそうやってさ告知したらさ見るじゃん。で開くじゃん。でそれ見て終わりになられるのが嫌だったから、やっぱいいねとコメントしてほしいから、アカウントの方から、自分の TikTok の方から開いて、開くと他にもさもう一個投稿してるっていうのがわかるじゃん。そこで初めて。だからもう一個はわざと投稿しなかったっていうツイッターに。なるほど、伝わったかな。ちょっと語彙力が。シナモンロールに投票した。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい。 ありがとう。あ、そう、自動ドアとヒロイン育成計画のやつ聞いてる？おすすめ出て、おすすめ乗ったの？じゃあみんないいねしてね。TikTok はいいねと米でおすすめ乗ったやつ。そう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 。
そう、米も大事なんですよ。おすすめに。乗りやすくなるらしい。どうやら。あ、めっちゃ鼻かゆい。友達は、いや、家族のような 家族のような感じですかね。自動ドア見ました？見てない方は、ぜひ、見てください。そうです。愛理が今まで全部手動ドアを 違う、自動ドアを手動で開けていました。知らん。どういうこと？がみんなの通ってきたね、自動ドア全部アリがあげてたんだよ。てか、あれはもう神曲ですよね。知ってますか？元の歌。自動ドア開けてた。どうや。そう、アリが開けてた。見えない努力でしょ？努力、努力。これもみんなのためにしてる努力なんでね。何しましょう？質問とかありましたら。今日はちょっとまったり配信みたいな感じ ですかね。うん、ちょっとね、テンションがね、乗れないんですけど。なんか質問あったら。こんばんは、はじめまして、よろしく。ゆうさん。あ、名前。名前呼んじゃう。はじめまして、ミスナリです。そうなんです。今 SKE はちょっと名前呼びが禁止なので、呼んじゃダメなんですけど、すいません。読んじゃうよ。最近誰と連絡取って、誰とも連絡取ってないですね。習慣がちょっと。ボバメの返信のハッシュタグが欲しいです。ああ、どうしようね。なんかいいハッシュタグありますか？ボバメに。よく、なんか、話すんですよ。話すんですよ。違う、何言ってんの、自分。そう、ボバメで、結構ファンの方に問いかける系の質問とかをするんですよ。例えば、今日のご飯何食べたの？とか、多分そういうのをファンの方はどこに返信したいか分かんないみたいで、ちょっといいハッシュタグあった。どこ、そう、なんかいい感じの。お家で何してたの？は、最近、もうこれはもうメールに書いたんですけど、なんか漫画、家の、あ、違う、スマホで見れる漫画あるじゃないですか。あ、ピッコマで、もうありえないぐらい課金してますね 毎日毎日課金してる。え、これってさ、課金したさ数見れるのかな。しかも2日間ぐらい、2日前ぐらい、だいたいから、もうずっと永遠に漫画を見てるんです。少女漫画をずっと見てるんですよ、永遠に ずっと見てんの。暇じゃないですか。で、やること何って言ったら、もうやっぱ漫画見るぐらいしかなくて。え、めっちゃ書きする。やばいやばいやばい ちょっと待って、やばいやばいやばい、これはやばい。ね、みんな計算できます？これ。ちょっと待って、あれ？これどういうことだ？
ナス30とか何ちょっとよくわかんない、ちょっとよくわかんないぞ。じゃなんかしかも漫画って続きでここまでは無料みたいな、この話までは無料でここから先はそのコインがいりますよみたいな感じだから、なんか見たければ課金しないといけないんですよ。だからもう知らない間にめっちゃ課金してるみたいな、気づいたらえこんな課金してるのみたいなになるんですよねこれさ課金どんだけ課金したか見れるの。あアカウント登録しなかった。ツイッターでログインできるのか、1は60円ぐらい。え、もうそんなんじゃない、400円ぐらいするよ。400円、600円のもあるし、それよりますね、それに。漫画による。あ、わかった、いいこと考えた。ちょっと待ってね。ん？私何買ったの？え、ちょっと計算するのめんどくさいや。ちょっとめんどくさいからやめた。黒蜜と。はい、マジで目が。前髪がもう気に食わないです。今日の前髪はですね8点の前髪です。今なので調子あれ、明日あー見れる、嘘、どうやって見れるの。何点満点中、100点満点中100点満点中です。課金どんだけしたか見れないんだけど、え、だからさ、ありもさ見れないからさ、どんだけしたか分かんなくてバカバカ使っちゃうよ。これちょっと確認しとかないとさ、普通に熱い知る気持ちなら負けないなんてみんな ちょっと待ってね。わかんない、どこで見るの、クレジットの履歴見れない、出てみるか、こんなもういいや、面白い、面白くないよこんなんで面白いと言っていただける光栄さは嬉しいですね。すごい暑いんですよ今。後輩でアイのことアイちゃんって呼んでるのってリンカたんだっけ。あーや、うん、アミちゃんとか
かな。うん、多分分かんない。別に凪ちゃんがいい。凛花と会いたいな。煙多い。いやだ。そうなんですよそうなんですよ。私そうなんですよ。結ぼうかな。よいしょ。片手じゃ結べないよねって片手じゃ結べないよねって。ちょっと一旦置いていい？一旦置くわ。ちょっと毛多いって言われたら嫌だからさ、ちょっと一旦結ぶわ。ワークしない。これ使えない。ちょっと待ってね。え、切られたらやだ。切らないでください。私は今ここにいます。髪を結んでるだけなので切らないでください。え、なんかキモいんだけど。今あるよ。髪を結んでるだけなので切らないでください。これでっか。え、なんかすごいキモいんだけど。変な結び方しちゃった。ボコボコしてる、めっちゃ。こっちは来たことない。なんかここボコボコしてる。なんか適当にも結んじゃったから。あれかな。前髪分ければいいのかな。くしゃみ出そう。あ、しっきり。花粉かな。なんだろう。あ、死ぬ。ダメ。あ、やっぱボコボコしてる、ここ。ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキー、ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーマウス。チリ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 。いれ。チリ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 。ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキー、ミッキーマウス。ねえねえ、歯で開けたらさ、ちょっと行儀悪いかな。ちょっと一回ちょっと見えないでした。あ、ちょっとちょっと待ってね。 OK。 だから、あ、狂ってなっちゃった、画面が。割れた、ごめんなさい。よし、プル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 になった。プルプルちょっと今の見たのは内緒にしといてください。プルプル。これを塗りました。これめっちゃいいよ。これフォーチューンリップグロス02番。これ超ね、ラメ入ってる。これわかります？これこれキラキラのグロス。こ
それいいですよ。キラキラ伝わる？こう画面で伝わらないのが悔しい。ブルブル。ちょっとキラキラしてる。キラキラ。いい感じでしょ？伝わってる。さあ皆さん、TikTok どんだけ TikTok の説、 TikTok のいいねはできましたか？40代の夢に書く。ねえ、夢っていいよね。あれさ、最近少女漫画脳なんですよ、すごい。でしかも結構なんかさ、その見てるさ少女漫画がさ、いつ現代ものっていうかさ、なんか見て自分が見てた小説に入っちゃった系で、なんかお姫様になっちゃったみたいな感じとか、なんかその貴族のなんかそのちょっとあのその何お嫁さんになっちゃったみたいな、そういうストーリー系をめっちゃ見てるんですけど、そういう脳になっちゃったからいいですね。なんかその夢っていいなってそう思い始めた。わかりますか？超恥ずいね。そうなんですよ、そういう系を見てるんです今。すごい面白いですよ。しかもめっちゃね、いろんなそういう系っていろいろあって、どういうとこがいいの？なんか今までの感じ少女漫画とかはなんか結構リアル系、現実系、現実味がある感じのがばっか見てたんですけど、なんかその非現実的じゃないですか。だって小説の、なんか見てた小説とか好きだったゲームの世界に入るみたいなことなんてないからないし、その貴族とかその 王子様とかのなんかと急に庶民が結婚するみたいなこともないじゃないですか。そうそう、ファンタジーだから逆になんか面白いなって思って見てるんですけど、そう、そういうこと。みんなはどういうの見るんですか？そう、それでなんかその嫁になる系多くて、そういう話ってなんかしかもそういうのって大概付き合う過程とかないんですよ。例えばなんか急に目が覚めたらなんかお姫様になっててみたいな、結婚相手が決まっててみたいな、もう付き合う過程がないんですよ。急に嫁みたいな。見てみてください。急に、そうだからさ、その嫁、俺の嫁になんか買おうかなみたいなこと言ってたから、あ、いいね、いいなと思って思って、すごい。そういうことです。イケメンじゃなかったらなんか俺そう、確かに。やばい、もうそろ配信終わらなきゃいけないのか、あと1時間か。
確かに、ただし、容姿がね、良くないとあるかもしれない。お風呂じゃないよ、これ。時計。あ、そう、モバメの、どうしよう、考えなきゃ。モバメ。ハッシュタグ。必要なのであれば、考えましょう。今は異世界転生の漫画ばっかり買って、一緒じゃん、一緒じゃん、やばい。そう、愛の時計ね、3分前なんです。返信たぶし、何がいいですか？なんかいい案をください。いい感じの提案あったら。あ、取っちゃった、癖で。愛ちゃんにお返事。愛さんか、愛さんにお返事。愛ちゃんのお返事。やばい、くしゃみ出そう。ああ、死ぬ。次こそ死ぬ。死ぬかと思った。泣きそう。いや、なんか埃です、多分花粉じゃなくて。なんか部屋入ってきた瞬間、こうやって埃がすごくて。イヤホンの方がいい。申し訳ない、ごめんなさい。そっか、音質超いいのか。音が近いですよね。ああ、ASMR みたいな。近さ。くしゃみは。してもらいます。どうぞ。やっぱり PM にいて、わかんない。やばいね。ああ、どうしますか？ハッシュタグ。ハッシュタグ好きなんだ。僕はつぶやく、この胸の熱い。なんか切れちゃいました。すいません、切れちゃった。急に。すいません。消えちゃった。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち。SNS。あげてみた、スイカの写真。Thank you.
ゴールド、シルバー、ネイビー、グレーリー、ブラウン、ライトブルー、ベージュ、バブル。待って待って、あ、しかもこれ、あーもみんなです。ちょっとこれ読んでいいのかな、 Q なんだけど、チーム K セタンケもタイツも間違えた、目指すバラバラだけど真っ白な画用紙一つの円角を夢くれよう、個性と個性が力を合う、未来の絵になる。レッドにブルーにイエロー、ホワイト、ブラック、グリーン、ピンクにオレンジ、カモン集まれ、ゴールド、シルバー、ネイビー、グレーにブラウン、ライトブルー、ベージュにパープル、夢16色、K2 にホリホリ、アニャン、シオリ、モコニ、ゴリシャニ、セラニ、ネサン、カモンみんなで、チーニー、ショーコニー、アイリー、祭りの真夏にミキティ、レイちゃん、ともにゃん、チーム K2 正解なんかはどこにもないんだ、合ってる？自分のその色信じればいいよ、一人が欠けても完成お、夢くれよん、個性と個性が力を合わせて未来の絵になるかも、集まれ夢16色かも、みんなで夢色、間違えた、キッチームデン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 ケイツイエイ、チーム K2 のやつでした。急に歌い出すのしんどいですよね、ごめんなさい。チーム六色、チームにチーム、すごい、すごい、チームにチーム、チームにチーム、はい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 、チェック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 、
つもディスコに変えてベッドの上で踊ろうぜ。ジョイの君も白衣のままめっちゃ緊張が湧くなんかゴミ箱に捨てて緩いミート揺れながらね、喉がおかしいですよ。いけない子ねなんて優しく叱られても男になると間違えるこういうことなんだ。若さが求めてるそうバカバカしいほど刺激が欲しかった。教室に何度も来たよ頭が痛いふりをしてゆらにゃ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 もう笑顔にゃにゃ甘えられる年上の人フライトチェンジ怪しげに言うならもほらGo!大丈夫今日はちょっとカラオケ配信っていうちょっとなんか話すことがないから非常口ドアをそっと開けてちょっと間違うとわからない高層ビル街のその空を見る今まで信じてきた輝く星は何だったのか人工の光か僕が見てた幻
変えれないけど。
にくいのか。
ょっと待っててください。